こんにちは、デリシキッチンです。今回は岡野シェフによるトルタカプレーゼの作り方をお伝えします。チョコレートとアーモンドをふんだんに使ったスイーツです。材料はこちらを使っていきます。まず最初にバターとチョコレートを溶かしておきましょう。続いて卵黄とグラニュー糖を混ぜていきます。こちらハンドミキサーを使っていきましょう。泡立て器でも構いません。これぐらいになるまで混ぜていきましょう。続いてアーモンドとレモンの皮を加えていきます。ここでポイント、チョコレートが固まる前に作業を進めていってください。続いて卵黄とグラニュー糖を混ぜたものを加えていきます。続いて卵白とグラニュー糖で作ったメレンゲを加えていきましょう。メレンゲは 2,3 回に分けて加えていってください。続いてポイントです。気泡を潰さないようにさっくり混ぜ合わせてください。これぐらいになるまで混ぜていきましょう。クッキングシートを敷いた型に生地を流し込んでいきます。こちら175度に予熱したオーブンで25分焼けば完成です。いかがだったでしょうか。参考になったらいいねかチャンネル登録シェアの方をお願いいたします。お料理のリクエストも受け付けています。本日撮影にご協力いただいたのは青山にあるイルテアトリーノダサローネです。ホームページは説明欄にございますのでぜひご覧ください。 Thanks for watching. See you next time. Bye bye.